はいどうも、ケーバー V です。今日の京都10時です。オパールステークですね。ちょっとあの新聞と、パソコンのちょっと出すのは面倒くさかったんで、ちょっと簡単に即決に予想のを上げますね。まず5番の一徹ですね一徹の方で、ね、ちょっと最近のちょっと見てたんですけど、京都の競馬場なんですけど、ちょっと内が伸びてるように見えたんで、内目の枠引いた前に行く馬、前に行く馬から買ってみようかなと思って、この5番の一徹も買おうかなと思いました。騎手も武騎手で、京都芝1200先行のね、先方で行ってる武騎手、実質副勝率が 50% 超えてるんで、ここは一徹期待しようかなと思ってます。で7番の、ソルベイル、これは人気しすぎがちょっと気になるんですけど、前走も2着と、でなおかつこのメンバー相手なら、花切っても十分押し切る勝負レースかなと思ってます。で10番の昼のデイバロー、これね一応穴なんですけどこの馬も一応血統もいいんですけど、まあ展開次第かなと思ってます。あと C 騎手でね、どういう戦法でいくのかっていうのもあるんですけど、あと前付けできれば、まあ前の方に行けば、まあなんとか競馬できるんじゃないかなと、一撃があるんじゃないかなと思ってます。であと最後13番のキングハートこれ大外で枠悪いんですけど、まあなんせこの馬は京都が大得意ということ でなおかつ騎手も浜中騎手が乗るんで、すごく怖い一頭になるかなと思ってます。まあ1、2着の争いになると思いますけどね、キングハート。まあこの4頭から今日はオパールステークス買ってみようかなと思ってます。一応買い目としては4頭ボックス、ワイド各1000円ずつ、ワイド各1000円ずつ、馬連各500円ずつでいこうかなと。5番の一徹、7番ソルベイグ、10番昼のデイバロー、13番キングハートで、ワイド1000円ずつの、生まれん500円ずつの4頭ボックスちょっとね、簡単になってるんですけど、ちょっと時間も押してるんで、まあ5、7、10、13、これを買ってみようかなと思っています。またチャンネル登録の方よろしくお願いします。またこの辺にチャンネル登録と、また他の動画をまた見てな。チャンネル登録ほんまよろしくな。